はい、皆さんこんにちは。ヤルヤンチャンネルの大和です。バージョン 4.3 の後半がスタートして、シュブルーズが登場しました。このキャラがですね、まあ強いと、星4とは思えない性能をしていて、今までですね不遇であった元素反応の過負荷反応がついに見直されつつあるほど、めちゃくちゃ強いキャラとなっています。それに伴って今まで火力が少し物足りないなっていう風に思っていたパーティーも十分なね DPS を出せるようになっていて、今回の動画ではその一つである炎型の黒星パーティーをご紹介していきたいと思います。通常の雷型黒星、神格超運を入れた氷型黒星、そしてシュブルーズと組ませた炎型の黒星、ここに来て黒星のピースがまた一つ追加されました。では始めていきます。パーティーはシュブルーズ、ベネット、フィッシュル、そして黒星の4キャラです。このパーティーではシュブルーズとベネットはマストになってきます。さらにベネットに関しては貫突効果である炎扶養を使うので、貫突であることも条件となっています。唯一フィッシュルのところは自由枠なので、炎そして雷キャラであれば入れ替えても問題ありません。ではまず役割についてです。シュブルーズ、ヒーラー兼サポーター、ベネット、ヒーラー兼サポーター、フィッシュル、サポーター兼サブアタッカー、黒星メインアタッカーとなっています。このパーティーに強引に名前を付けるとしたら、炎型のハイパーキャリー黒星っていう形ですかね。他の3キャラでバフをかけまくって黒星の火力を上げていく、そんなパーティーになります。では早速ですが、その強さをお見せいたします。どうぞ。これは必要な武力だ。みんなは俺が守る。よっ、そりゃはっ、そりゃはっ、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 永遠はなかったのです。いや、めちゃくちゃ強いですよね。シュブルーズはまだ無凸なので、貫突でさらに火力が伸びると思うと、まだまだ伸びしろのあるパーティーですね。ではパーティーの間で何が起こっていたのか、キャラ間のシナジーを説明していきたいと思います。まずシュブルーズですが、過負荷反応を起こした後、その過負荷反応による影響を受けた敵の炎元素耐性及び雷元素耐性をマイナス 40% させます。継続時間が6秒と短いので、過負荷反応を常に起こせるようにしておくことが重要となります。続いて元素スキル長押しでマグナムブレッドを発射した後、シュブルーズの HP 上限を基準として周囲のチームの炎元素と雷元素キャラクターの攻撃力をプラス 1%、 最大で 40% まで上げることができます。大体 40% バフをするためにはシュブルーズの HP が4万必要になります。この数値を目標に厳選を頑張っていきましょう。この固有テンプは継続時間が30秒と長いので、基本的には立ち回りの一番初めに使っていきます。続いては生物のアリシヒの歌の効果で味方の与えるダメージをアップさせます。これは余談ですが、このパーティーではベネットも一緒に編成しているため、吸気族はベネットに装備させています。ただし基本的にはシュブルーズには吸気族で問題ありません。そして最後、貫突している場合はチームにいるキャラクターがシュブルーズの治療を受けた後、炎元素ダメージプラス 60%、 雷元素ダメージプラス 60% されます。これが本当に強いですね。先ほど見せたライデンの動画ではこの効果が乗っていないので、さらに火力が伸びます。貫突している方はね、ぜひともやってみて気持ちよくなってください。はい、ということでシュブルーズに関しては以上です。続いてはベネットですね。まず元素爆発によってフィールドキャラの攻撃力を上昇させます。上昇率はテンプレベルと基礎攻撃力に依存するので、レベルはマックスまで、そして基礎攻撃力がなるべく高い武器を持たせてください。おすすめは天空です。基礎攻撃力が高い上に元素チャージ効率がメインでついているため、元素爆発の回転率を上げることができます。今回のパーティーではベネットの元素爆発が溜まりにくいので、できるだけ元素チャージを上げてください。続いてベネットの貫突効果によって黒星の炎元素ダメージをプラス 15% し、なんかここすごい不思議な気分ですね。雷じゃなくて炎元素ダメージプラス 15%、 そしてさらに炎元素扶養状態を獲得しますと。
ここが今回の肝となる部分で、炎型の国勢が実現できている理由がここになります。もし貫突していないよっていう方は、まあ、通常通り国勢を雷型で使ってください。むしろその方が火力が出ます。そして最後に旧貴族の効果で味方の攻撃力をプラス 20% させます。はい、ということでベネットに関しては以上で、続いてはフィッシュルです。まず終焉の効果で全体の幻想熟知をプラス100と攻撃力をプラス 20% させることができます。生物はサブアタッカー寄りにするかサポート寄りにするかで変わりますが、天眼を持たせている場合はさらに攻撃力をプラス 20% させることができます。はい、そして最後に国星です。国星はメインアタッカーですので火力特化のビルドをしていきます。武器はキリギリで、生物は炎型なので火魔女4セット、ただし元素爆発は基本使わないのでしめ縄4セットにするのもありです。もしフィッシュルの枠を炎元素キャラにする場合は、国星が唯一の雷キャラになるので元素スキルで過負荷反応を起こしていきます。クールタイムが 7.5 秒ですぐに使えるようになるので、シュブルーズの固有テンポを発動させるのにとても便利となっております。こうしてみるといろいろなシナジーがあってめちゃくちゃ噛み合ってますよね。では立ち回りの方を見ていきます。まず国星の元素スキルで雷付与して、シュブルーズの元素爆発で過負荷反応を起こします。これによってマグナムブレッドを1層獲得することができます。すぐに元素スキルを長押しして溜めたマグナムブレッドを発射し、そして固有テンプを発動させます。その後はベネットの元素爆発からの元素スキル、そしてフィッシュルの元素スキルで、最後に国星で銃撃を連打していきますという流れですね。あくまで基本ループなのである程度順番が前後しても問題ありませんが、シュブルーズの元素スキル長押しはマグナムブレッドが溜まっている状態で撃つこと、そしてフィッシュルはベネバフの後に撃つようにすること、この2つだけは順番通りに立ち回ってください。では立ち回りに関しては以上で、早速螺旋12層に挑戦したいと思います。それではどうぞ。行こうよ、またたくないよ、法の裁きを受けてこい、動くな、全力攻撃だ、もう断罪の中、ふん、は行け、はっ、急がないと、ディア、そりゃ、ふっ、はぁ、は冒険だ冒険、くらえ、よし、最後の警告だ、みんなは俺が影のカラスが優雅を求め、瞬く間に、そりゃ、はぁ、はっ、ディア、はぁ、行け、ふわっ、動くな、冒険だ冒険、燃えろ、みんながそばにいて姿を見て投稿しろ、陣営のごとく、はっ、よっ、そりゃ、はぁ、ディア、痛い、はっ、はい、というわけでこの動画は以上となります。今回ご紹介した炎型国勢、ぜひ使ってみてください。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではさようなら。